ブラッドゾーンは1971年制作のイギリスのホラー映画。一軒の古びた屋敷を舞台に4つの恐怖炭が展開されるオムニバスホラー映画である。最古の原作者であるロバート・ブロックが脚本を執筆している。日本では劇場未公開でビデオタイトル及びテレビ放送タイトルは回帰。地の下たるや。 スコットランドヤードのホロウェイ警部は行方不明になった俳優の創作で彼が借りていた森の中の屋敷を圧戦した不動産屋から事情を聞く。すると不動産屋は俳優にあの屋敷の購入を思いとどまらせようとしたと話す。さらにその屋敷ではこれまでにも購入した者たちの身に恐ろしい出来事が起きたとして俳優を含む屋敷を購入した4組の身に起きた出来事を語り始める。 ホラー小説家のチャールズと妻のアリスが、例の屋敷に引っ越してくる。チャールズは、屋敷の雰囲気が気に入り、いい物語が書けそうだと喜ぶ。チャールズは、ドミニクという名の考察魔が登場する小説の執筆に没頭するが、ある日そのドミニクが突然彼の目の前に実際に現れる。例の屋敷に孤独を愛する金持ちの中年男、フィリップが引っ越してくる。 フィリップは時々退屈しのぎに街に出かけていた。ある日、老人形館に何気なく入ったフィリップはサロメなる女性の老人形を見て驚く。それはかつて自分が愛した女性とそっくりだったからだ。フィリップは老人形のことを忘れようするが友人のネビルに誘われ、再び老人形館に行く羽目に。すると、二人とも例のサロメ人形に魅了され、 やがて惨劇が彼らを見舞う。ジョンとジェーンの父子が例の屋敷に引っ越してくる。だが、なぜかジョンはジェーンを学校に通わせず、アンという女性を家庭教師として雇う。それだけでなく、ジョンはジェーンが他の子供たちと遊ぶのも許さず、アンが不憫に思ってジェーンに買い与えた人形も火の中に放り込んでしまう。一連のジョンの行動は彼があるものを恐れていることに由来していた。 映画俳優のポールがカーラという女優と共に、例の屋敷に引っ越してくる。二人は現在制作中のホラー映画で共演しており、ポールは劇中で吸血鬼を演じていた。だが、スター気取りのポールは、衣装係が持ってきたマントが気に入らず、何気なく入った街の骨董屋で、自分のイメージにぴったりのマントを見つけ、購入を即決した。しかし、 それは来た者は皆吸血鬼になってしまうという呪われたマントだった。ホロウェイ警部は不動産屋の話を信用せず、一人で例の屋敷に乗り込み、惨劇に巻き込まれる。テレビ放送、東京12チャンネル、木曜洋画劇場1977年7月14日、デジタルリマスター版 DVD 収録。ありがとうございます。